はい、どうも、バーセの流星です。今回はですね、ちょっとこう告知とか情報的なね、動画として、配信させていただきますけども、ですね、まあ秋冬コレクションね、結構どこのブランドも立ち上がってきておりまして、とうとうバーセのメインブランドレターズですね、こちらがですね、秋冬コレクションが今から立ち上がります。はい、そして情報公開としてね、今回ルックが公開されたんですよ。はい、結構待望の皆さんね、レターズすごい待たれてた方、まあ私もそうなんですけど、待ってた方すごく多いかと思います。なのでですね、今回はそのルックをね、皆さんと一緒に、まだ見てない方もいらっしゃると思うので、皆さんと一緒にね、ちょっと見ていきながら、僕もまあ展示会に行ってるので、その洋服をですね、その今回のそのコレクションだったりとか、その洋服のアイテムっていうところをですね、ちょっと皆さんと一緒に追っかけながら、そのアイテムの説明をふわっとね、触れていきながら、はい、ご紹介させていただければと思いますのでですね、よかったら最後までご覧ください。このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。19時に発信してるんですけども、商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、こちらをですね、メインにやってるチャンネルでございます。はい、取り扱いのブランドはですね、ワカンシルバースミスやトラレグジュエリーといったシルバージュエリーのブランド、そしてフレグランスブランドのサノマ、はい、そして、最後、スーパーセブンティースリアアルコンといったね、 e バイクのですね、走行動画 レビュー動画等をですね、発信してますので、よかったら過去の動画もたくさん見て、チャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではですね、皆さんかなり気になってると思うんですけど、はい、今回私と一緒にね、ちょっとリュックを一緒に追っかけながらで、まあ、動画見終わった後ね、もう少しね、分かりやすくね、ネットに載ってるので、レターズのオンラインストアとかにですね、もう全部ね、インスタグラム等にもね、全部リュック載ってますので、再度もう一度見直していただければと思います。はい、じゃあそれではですね、皆さん、じゃあ早速もう一発目からやっていきましょうかね。はい、じゃあ一発目の方やっていきましょう。はい、それではじゃあ早速ルックね、ちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけども、今回のレターズね、僕言って、まあとにかくもう一言でかっこよかったっていうね、もうそれだけのね、感想になってしまうんですけど、今回やっぱそのね、前のシーズンだったりとか、そして前の秋冬シーズンとね、どういったところが違うかっていうとね、結構ね、作ってるアイテムもだいぶね、ラインナップ変わってたりとか、そして継続でやってるアイテムとかもあるんですけど、素材とかカラーが変わるだけでこんなにも見た目だったりとか、その使い方 のバリエーションだったりとかも変わってくるよっていうところもね、またそういうところも踏まえた上でね、皆さんもね、ルック見ていただければなと思います。はい、ではじゃあ早速1枚目ちょっとね、いってみたいと思います。はい、1枚目こちら、ドン。はい、これね、僕オーダーしましたね。あ、オーダーされたんですね。そう、オーダーしたんですよ。いいっすね。はい、これカバーオールですね、いわゆるそのダブルのワーカーズジャケット、ダブルになってる仕立てのね、はい、デニムのね、襟が変わってる、襟だけはコーデュロになってるっていうね、そんなね、かっこいいジャケットになってるんですけど、やっぱ昨今ね、結構ワーク系のアイテムってすごいね、クローズアップされてると思うので、こちらはかなり動きが早いっていうのと、あとこれポイントがですね、金額なんですよね、77,000円なんですよ、税込みで。そう、安くないこれ、めちゃくちゃいいよね。いいっすね。そうだって、アウターだよ、アウターのこのね、デニムジャケット77,000円だったら、かなりね、コスパがいいというか、そしてね、丈感といいね、サイジングもね、めちゃくちゃかっこいいので、ぜひこちらはね、注目していただければなと思うアイテムではあるんですけど、かなりね、うちでもね、オーダーを取ってるがゆえに、すごくね、この手の、まあ、ワーカーズジャケット、めちゃくちゃ売れることが予想されます。はい。そのぐらいね、僕たちが着て、ね、展示会で見て着てもすごくかっこよかったし、かつ僕はね、買いますのでね、これはオーダーしますので。はい、オーダーしてますので、はい、皆さん、僕がね、多分動画上げることとなると思います。はい、そちらもね、見ていていただければなと思います。はい、2枚目、こちら。あー、いいねー。このね、あれですよ、これ、レンが持ってるレザージャケットがあるじゃん。おー、あれの、ウールリネンヘリンボーンの生地になったっていうウエスタンジャケットですね、これは。あー、いいっすね、はい、これ。そうなんですよ。今ちょっとカメラ映ってないんですけど、レンも一緒に見てくれてて、レンがこれのレザータイプを持ってるんですよね。いいっすね。でもこっちの質感はこっちで着やすそうなので。いや、そうなんですよ。結構これに関しては、僕も実際に着てみてめちゃくちゃかっこよかったです。はい、カラーは、インクブラックと、チョコレート、この2色展開になってるんですけど、どっちもかっこいいですよ、これは。はい、そしてインナーに着てるシャツ
ですね。こちらね、見覚えのある方も多いと思いますが、こちらはいわゆる、今年の春夏コレクションで出てた、クラウンハートシリーズのですね、パジャマシャツとかね、そういうものに使われてたシリーズのシャツバージョン、ウエスタンシャツですね。はい。で、カラーが、まあ、いわゆる、まあ、詳しく言ったら反対、反転ではないんですけど、まあ、大きくベースが反転してますよと。ベースがブラックで、クラウンハートは色抜きで、デザインで白にしてありますよというね、こちらシャツになっております。このね、スタイリング、俺結構好きなんよね。めっちゃ。これかっこいいですね。うん、めちゃくちゃ。この柄、結構人気でしょ。いや、そう、これかなり人気だったから、ちなみにこれも僕オーダーしてますね、次。いやかっこよかったからねそう、まあモデルさんもすごいイケてるしね、素晴らしいですね。はい、じゃあ次3枚目いってみましょうかね。はい、こちらドン。いいですねこれいいですねいやそうなんですよ、今回の新型コートですね。はい、こちらね、コンチョベルト巻いてね、ウエスト絞った感じにしてるんですけど、かなりねロングめの、コートになっております。はい、こちらね、カラー展開が一応、まあチャック、ホースライディングコートですね。カラー展開がチャコールと、そして、こちらブラックかけモカ、はい、そしてもう一つ、ですね、チョコレートっていうカラーがあるんですけど、チョコレートだけちょっとデザイン感が違いますね。なんかどれも、まあ、ぶっちゃけ言ったらデザイン感が違いそうな感じがしますね、うん、はい、いやめちゃくちゃかっこよさそうです。すごく良さそうなアイテムです。金額が11万5千円ですね。はい、で、チョコレートのタイプ、あと多分後々ルックに出てくると思うんですけど、チョコレートのタイプだけに12万5千円という形でね、見ておいていただければなと思います。今回ねコンチョベルト新型になってて、これもまたかっこいいんで、また後ほどルックのありますのでご紹介させていただきます。はい、じゃあ次4枚目いってみましょう。ダン。なるほど、いいですね。うん、ですね、これ簡単にご紹介すると、先ほど1枚目の写真でデニムのワーカーズジャケットがあったじゃないですか、はい、それのウールリネンヘリンボンバージョンですね。あ、はい、なるほど。生地違いで形は一緒っていうね、ただその生地が違うだけで見た目も全然違いますよというね、はい、そんなアイテムになっております。これも今回ね注目度の高い、はい、ジャケットの一つですね。はい、金額が、ごめんなさい、カラーがインクブラックとチョコレート、はい、この2色展開なんですけど、金額が税込みで12万1000円、はい、こちらの金額になっております。はい、で、気になる方、インナーのシャツも気になるのではないでしょうか。インナーのシャツもね、これめちゃくちゃ良かったですよ。今回レターズシャツはですね、大きく分けたら、まあもちろんデニムシャツはもちろんなんですけど、ウエスタンベースとあとワークベースで決められてて、今中に着てるのはこちらはワークベースのチェックシャツなんですよね。はい、で、ウエスタンベースとワークベース、この生地どちらもあります。はい、なんで今ただ中に着てるこのルックで着てるのは、ワークベースなので、少し着用感はゆったりとしたねアイテムになっております。オンブレチェック、オレンジですね今回は。いいっすね、オレンジいいっすね。オレンジ良くない？はい、金額6万6000円になってます。税込みですねこちら。はい、じゃあ次5枚目いってみましょう。このぐらいのペースでいかないとね、かなり長くなっちゃいますよね。じゃあ次、はい、どうぞ。はい、こちらですね。はい、もうすでに僕見ちゃってたんですけど、いや、かっこいいよね。いいっすね。今回テーラードジャケットも継続でありますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。テーラードジャケットですね、今回またデザインがマイナーチェンジしてるのと、生地も変わってたりとか、はい、ベースが変わってたりするんですけど、おそらく着てるのはこれはダブルのやつかな、シングルのやつかな、ちょっとごめんなさい、僕もちょっと目視ではちょっと分かりかねるんですけども、はい、今回ダブルベースとは、シングル、はい、どちらもね作っておりますと、はい、いう感じです。テーラードジャケットですね。はい、そしてパンツはデニム、僕たちがよく履いてるこれデニムじゃないですか、おそらく。うん、多分ストレート、うん、梅と砂尾さんが持ってるこれは60の方のデニムをおそらく着用してますね。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、これはですね、注目度の高いまたアイテムじゃないですかこれ。はい、新型のムートンです。はい、
今回ね、あの秋冬、ちょうど去年の秋冬かな、ムートン出て、はい、僕も買わせていただいているんですけども、今回はですね、ちょっとこうカーディガンっぽい形の、はい、ジャケットとして出てるのがこちらの新型ムートンですね。はい、めちゃくちゃね、これ着心地良かった。もうシンプルに僕、そうなんですね、うん、もう着用してみたんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、そう、ワークベースですね、これワーカーズジャケットのムートンという形になっております。はい、素材はシープですね。シープの、金額がこちらがですね、35万2000円というね、かなりね、はい、それハイプライスにはなってるんですけども、はい、でもすごくね、かっこいいアイテムなんで、バスで入ってきたらぜひ皆さんね、チェックしてみてください。はい、すごくこれはめちゃめちゃ良かったです。なんか中にこういうデニムシャツ着てたりとか、あとフードとか入れてもすごくかっこいいアイテムだと思うので、ぜひチェックしてくださいね。はい。高そう。あ、めちゃくちゃ暖かかった。あったかそう。超暖かかった。うん、これはね、やっぱムートンね、僕持ってるんですけど、超暖かいんですよね。はい。やっぱなんかこう、冬アウターとしての魅力もそうだし、やっぱその重厚感、やっぱこう、冬ってちょっとこう、重くしたいね、スタイリング好きな方いらっしゃると思うんで、そういう方にもすごくおすすめです。革好きな人はね、ぜひチェックしてもらえればと、はい、思います。はい、じゃあ次、行ってみましょう。はい、ダウン。おお、レザージャケットですね、これ。はい、いいっすね、やっぱり。むちゃくちゃかっこいい ね。はい、ご説明いたしましょう。今回のそのレザージャケットは、去年の秋冬に出たレザージャケットと形は一緒です。はい、ただ、使ってる素材感が今回違うんですよね。はい、今回カーフスキンというね、はい、なんとも贅沢なレザージャケットとなっております。はい、結構ね、あの素材が変わるだけで、あの全然見た目が変わるんですよ。はい、前回の秋冬がホースだったかな、おそらくですね。はい、ホースだったので、はい、今回はカーフ、いわゆるね、まあ子供の革になってるんですけど、はい、牛の革です。子供の牛の革になってるんですけど、そのまた表情といい、あの質感といい、着心地全てが変わってるので、あのマイナーチェンジではあるけども、全然違うものにね、見えちゃうっていうところもね、これは魅力の一つかなと思います。こちら金額29万7000円というね、はい、金額になっておりますので、ぜひよかったらね、ライダース、まあうちバスでね、ライダースめちゃくちゃ売れるんで、はい、すごいね、人気なねモデルなので、ぜひ皆さん、はい、こちらもですね、入荷をお待ちくださいませというところですね。じゃあ次行ってみましょうかね。ドン。はい、あー、なるほど、これはうん、コンチョベルト。はい、今回新型のコンチョベルトとなっております。ちょっと僕もね、ちょっとスワッチを見ながらのね、追っていく形になってるんですけど、はい、かなりね、すごいかっこいいコンチョベルトになってます。これあれですね、お姉さん好きそうですね。梅大好きだね、これ。これはそう、コンチョがめちゃくちゃついてるっていうね、はい、アイテムです。まあ、名前としてはウエスタンオーバルバックルコンチョロングベルトですね。はい、で、カウハイド、はい、こちらカウハイドを使用しております。素材は、このコンチョの部分の素材はベリリウムになってますね。金額が、5万6000プラスタックスですね、はい、6万1600円かな、おそらく、うん、はい、これもね、結構、今さっきルックの3枚目4枚目あたりでコート着てたと思うんですけど、コートでウエストをグッと絞って着てもいいし、普通にベルトとしても着ていいし、結構ね、いろんなアクセントの使い方が幅広くできるアイテムだと思うので、はい、こちらもね、レターズ好きな方はですね、かなりね、持ってていいアイテムなのではないかと思っております。はい、じゃあ次行ってみましょう。ドン。おお、なるほど、かっこいい。あー、これですね。うん、今回、あ、これ結構ご紹介できるアイテムが何点かあるんですけども、今回このルックいいな。これ今回新型のですね、カウボーイカラーレスジャケット、はい、ジップタイプですね。昔ですね、昔というか、あれいつになるんだろう、去年おと、ハーフジップ、僕去年かな、買ったの去年のシリーズで、ハーフジップの、はい、レザーがあったと思う、プルオーバーのレザーがあったと思うんですけど、簡単に言うとそれがフルジップになったバージョンという形になっております。はい、木村さんとかも着用してくださってましたよね、木村拓哉さんも。はい、そのシリーズのジップがフルになったタイプと思っていただけると分かりやすいかなと思います。はい、素材はゴートスキンですね。はい、サイズは SML の3サイズ展開なんですけど、バスで確か SM で入れてると思います。大概の人は SM でいけるかなというところです。はい、こちらですね、今回ゴートスキンと、もう一つ後々多分ルックで出てくるんですけど、カーフスエードのタイプもありまして、そっちはチョコレートのカラーになっていると。はい、でこれ今モノクロなんで少し分かりづらいかと思いますけど、これブラックです、レザーは。はい、
チョコレートの方もですね、ぜひ後ほどのルックでね、ご覧いただければなと思うんですけども、こちらブラックのタイプ、こちらはですね、金額が17万5000円のプラスタックスという感じになっております。ちょっとパッとね、税込みの金額が計算できなかったっていうね。はい、すいません。17万5000円。なんで、20万弱ぐらい、20万ないぐらいですかね。はい、となっております。はい。そして今回ね、カーディガン作ってるんですよ。これインナーに着てるのは、着用してるのはカーディガンのアイテムですね。いいっすね。そうなんですよね。めちゃくちゃかっこよくて、これも、バセにももちろん入荷いたします。はい、そんなカーディガンです。5ゲージ。はい、そうです。ガーメント。はい、シェットランドウールですね。の、はい、アイテムですね。あ、なるほど、今回ウールが 80% とリネンが 20% 入ってるよっていうね、もうほんとオリジナル生地作ってるというね、こちらカーディガン、おなんかレターズの中では結構価格帯がリーズナブルで4万8000円のプラスタックスなんで5万2800円か、うん、シャツぐらいですね。そうですね、だいたいシャツぐらいの価格帯で買えますよという、このなんかジップのレザーとカーディガンインナーに着るってすごくかっこいいな、この組み合わせおしゃれですね、めちゃくちゃイケてる、大人なレザースタイルっていう感じですね、うん、はい、そしてそのカーディガンのインナーに着てるのはこれ新型のサーマルなんですよね、はい、サーマルシャツいいっすね、うん、これめちゃくちゃ売れる気がします、はい、このサーマルシャツ、はい、1万9000円プラスタックスなんで2万900円ぐらいなんですけど、ホワイトとインクブラック2色展開になっておりますと、はい、ワッフル好きな方すごく多いのでね、こちら結構ね、僕ももう実物は見てきてるんですけど、かなり生地感は良かったです。なんで、ほんとロンティー感覚でね、はい、皆さん、購入いただければなと思います。はい、いいですね、買った方がいい、これは早くなくなりそう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちらですね。おー、はい、来ましたね、テイラードジャケットシリーズ。はい、今回のこちらテイラードジャケット、こちらちょっと目視でいけますね、ダブルジャケットですね、これは。はい、ダブルのテイラードジャケットになっております。はい、クラシカルダブルブレステッドジャケット、ウールリネンツイルというね、素材感になっております。かっこいいよね、ダブル。いや、いいっすね。実は僕、全国的にもレターズのテイラードジャケットはトップクラスに持ってる人間なので、はい、そうなんですよ。ただですね、残念なことにまだダブルを持ってないんです、僕は。マジですか？そうなんです、実はダブル持ってないんよ、。だから今回は僕ダブル買おうと思ってます。はい、ちょっとね、結婚式もね、かなり僕後半多いので、10月11月12月結婚式あって、そういうシーズンですよね、僕の年頃になると。はい、なので、今回このテイラーズジャケットをね、ちょっとご購入したいなと検討しているというか、もうね、買います。はい、そんなテイラーズジャケットです。僕レターズテイラーマニアなので、はい、僕が言うので間違いないです、かっこいいです。はい、そしてインナーに着てるのがですね、今回ウエスタンシャツなんですけど、これチェックシャツ、はい、これ白ベースのチェックなんですよね。はい、結構ね、ちょっと柄が見にくいかもしれないんですけど、これ白ベースのチェックシャツになってます。まあ、白というかカラーはエクリューですね。ウエスタンシャツオンブレチェックレヨンの素材ですね、レヨン素材のチェックシャツになっております。結構とろみがあって動きがあるっていうね、そんなアイテムです。なんで、なんかこう普段、今回提案してるそのワーカーズシャツだったりとか、その別の素材のウエスタンシャツとはちょっと違ったね、生地感になっております。はい、でパンツはこれは、おそらく僕が履いてる70の方かな、70の、ブーツカットデニムですね、こちらの方を着用してるという感じですね。ブーツがすごいっすね。そうなんですよ、このブーツね、ちょっとこのルックではね、少し分かりにくいんですけど、これ今回新型のね、ブーツなんですよ。これルックでね、後々出てくるか分かんないので、よかったらちょっと今のうちに軽く触れとくんですけど、今回ウエスタンミッドカットレースアップブーツというね、レースアップになってます。ただレースの部分がちょっと見えてないというね。はい、そう、でもめっちゃかっこいいんだよ、これ。そう、カラーはチョコレートですね、こちらは。はい、すごくかっこよくて、僕もこれは買っちゃいますというね、アイテムになってます。気になる、全部買ってますね。なんかだいぶそうね、うん、出てくる。いや、でも全然持ってないですからね、僕ちゃんと本当にオーダーしてるものなんで、はい、めちゃくちゃね、レターズはね、はい、買いますよ。はい、こちらのブーツは金額が10万5000円のプラスタックスなので11万5500円かな、そのぐらいの価格帯になっております。ブーツマジかっこいいっすね。いいよね、これ。フォルムもすごく綺麗なアイテムなので、ブーツはやっぱバースデーでもすごく強いアイテムだからこそね、ぜひご提案させていただきたいアイテムとなっております。はい、じゃあお次は次行きましょう。ドン。はい、こちら、はい、こちらシングルのテイラードジャケットです。はい、先ほどね、1個目 の、 ルックはダブルだったんですけど、こちらシングルのタイプです。はい、シングルのタイプで、素材がですね、ウールリネンシャドーストライプか、はい、のシリーズですね。
はい、かなりかっこいいね、ちょっとこう男臭いようなね感じのテーラードジャケットになっております。はい、いいですね、すごくかっこいい。金額が143,000円、こちら税込みの価格帯になっております。はい、そしてインナーにね着用しているのがこちら V ネックのニットなんですよね。こちら先ほどのカーディガンとねこう一緒で、あの5ゲージの V ネックニット、はい、こちらですね、シェットランドウールリネンとモヘアミックス、はい、されているような素材感になっております。はい、この胸元深いのいいですね。なんかあのネックレスとかつける人はね結構特に、あのインナーにカットソーを入れて、その上からこういう V ネックのニット着てネックレスをね垂らし上げるだけですごく雰囲気のあるようなね、あのアイテムになるのではないでしょうか。はい、丈感が絶妙にかっこいいっていうね、そんなアイテムになってます。いや、いいですね。なんかちょっとみんなとルック追っていくの楽しいな。かっこいいっす。はい、そしてこれパンツ気になる方いらっしゃると思います。こちらカウボーイワイドパンツというね、今回レターズが提案する新型ワイドパンツですね。はい、のエクリューのカラーを着用してますね、ルックは。はい、素材はあの綿100です。はい、金額が47,300円。こちらね、あのシルエットすごくかっこいいので、かっこいいし、なんかレターズがね新型で出すパンツってかなりね好評なものが多いと思うので、こちらもね結構ね動きが早そうな感じがしますね。はい、じゃあ次行きましょう。ドン。はい、じゃあ、そう、さっき言ってたコートです、これ。はい、これコート、下にはねそのちょっとこうマルチなね、あのピッチのボーダーがねか、デザインされているというね、はい、パネルボーダーって言われているデザインですね。はい、ホースライディングコート、パネルボーダーフランネルというねアイテムでございます。そう、すごく雰囲気よくてね、これもかっこいいんよ。生地感もめっちゃ良かった、フランネルのちょうどいい厚さでね、そう、すごくね、あの着やすい。なんかこうコートって結構重さを感じるようなイメージがあるんですけど、このフランネルコートね、あまり重さを感じずにねこう着用していただけるところも特徴なんですけど、あの動きも結構出るからね、めちゃくちゃかっこいいですこれは。はい、金額これ125,000円のプラスタックス、消費税別でございます。はい、じゃあ次行ってみましょう。ドン。はい、これは先ほどね、一番最初の方にあったルックの全身スタイルですね。はい、2枚目ぐらいですかね。そうです、2枚目ぐらいにあったシリーズの、こちら、はい、全身スタイルのルックでございますと。はい、パンツのシリーズがですね、これおそらくそのウールリネンヘリンボーンのねパンツをね組み合わせているのではないかと思います。いや、かっこいいよね、こういうちょっとスラックスのね合わせと、こういうウエスタンジャケットのこの竹感のバランス感っていうのがねレターズ特有で、すごく僕は好きなねシルエットです。こういうシャツとのレイヤードも楽しめちゃうっていうね、あとルクのモデルさん男前っていう、それがまたいいね。皆さんちょっとよかったらブーツ 着目していただければ、このブーツですね、これレースがちょっと垣間見えてるのが分かると思います。このチラ見するのいいっすね。そうなんですよ、こちら履いてるのはですね表側のタイプですねの方 のブーツ着用してますね。はい、ブーツかっこいいですね。めっちゃかっこいいよ今回のブーツも。やっぱね、レターズはやっぱこう飽きさせないですよね。そんなねかっこいいブーツも、まあもちろんウェアもそうですけど、全てにおいてねアップデートされてますので、ぜひこちらもね入荷しますのでチェックしてみてください。じゃあ次行きましょう。はい、ドン。はい、テーラードジャケットいいですね。これあれじゃないですか、さっき横向いててだね。そう、正面バージョン、もうまさにおっしゃる通りです。はい、こちらウールサテン、皆さんレターズには馴染みのあるウールサテンの生地を使用したねテーラードジャケットとなっております。ウールサテン、俺もうねテーラードジャケット何着持ってるかわからないんですけど、めっちゃ持ってます。すごく持ってます。はい、で今回このルックに関しては注目していただきたいのは、いわゆるベルトループについてるこちらカラビナですね。はい、こちら新型のカラビナになっております。これねすごく実は問い合わせが多くて、僕もお出します。はい、僕も買っちゃいます。そんなね名前がですね、ホースシュークリップチェーンキーリングですね。何がすごいかってね、これシルバーなんですよ。はい、シルバー925で、はい、スターリングシルバーですねを使用している、金額が88,000円というね、少しお値段高いんですけど、でもこれね、問い合わせ多いんですよね、めちゃくちゃ。はい、このシリーズ多分皆さん欲しいんだと思います。僕も買っちゃいます。はい、じゃあ次行きましょうかね。ドン。はい、さっきのコートのモノクロ
バージョンですね、こちらのルックは。あのこれね、コートね、歩いた時のこの動きがね、出るのがすごくかっこよくて、あのもうまさにこの今モデルさん歩いていただいているようなね、ルックになってると思うんですけど、あのこれめっちゃいいよね。でかつコンチョベルトでウエスト絞って、余計にその上半身と下半身にメリハリをつけたね、はい、シリーズというかあのスタイリングになってるんですけど、かなりかっこいいっすね、うん、いやこのねコートスタイルはね、ぜひ皆さんね、参考にしていただきたいね、クールなスタイリングなんで、ぜひご参考に。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、ドン。はい、来ました。先ほど、ご説明させていただいたワーカーズジャケットではなく、こちらは、同じ生地なんですけど、ウエスタンシャツのタイプになっております。はい、ウエスタンシャツはですね、あの今まで従来 の, そのレターズが展開しているウエスタンシャツと、あのシルエットバランスはほぼ変わらないかなというところですね。はい、生地感がこれね、俺好きで、あのこちらに関しては僕はオーダーしてないんですけど、好きあらば買おうかなと思ってます。チェック大好きなんで、あのぶっちゃけ何枚やってもいいじゃないですか。でなんかある程度の、パターンとかカラーパターンあるでしょ、赤黒とか白黒とか、それと大概持ってるんで僕、はい、なんで今回このオレンジっていうね、この生地感に僕はちょっと一目惚れをしてるので、好きあらばちょっと狙ってるアイテムですね。どっちも確かウエスタンシャツの方もワーカーズシャツの方もどっちも入ってくるんで、なんか買える気がしますね僕は。はい、狙っております。そんなアイテムです。次に行ってみましょう。ドン。はい、来ましたよ。あのこれですね、あのルックだからニット帽かぶってるわけじゃなくて、これちゃんと商品としてありますからね、今回新型のニット帽、はい、あるんですね。新型のニット帽でございます。レターズがニット帽作っちゃうっていうね、そうなかなかないですよ、珍しいですよね。そう、待ってました、ニット帽は待ってました。ちょうどね、このなんかちょっと深めのニット帽、昨今ね、秋冬結構あのバースでよく売れるんですよね、この手のニット帽はね。あの他のブランドから添加してるやつもね、めちゃくちゃ売れるんですよ。はい、はい、こちらのニット帽ですね、金額が17,600円。はい、はい、セブンゲージですね。はい、ロールドニットキャップ、はい、シェット&ウールリネン、こちらの素材を使用しておりますというね、金額になる、素材、サイズはワンサイズです。はい、なんで、もう誰でも基本的に着用できるサイズ感になっておりますので、ぜひ皆さんお好みでこういうね、レターズのスタイルにニット帽合わせちゃうっていうね、はい、結構ハットのイメージ強いじゃないですか。確かにハットもすごいかっこいいんですけど、ぜひ今シーズンからね、ニット帽もチャレンジしてみてはいかがでしょうかというね、ご提案でございます。買いたいです、はい、ね、買いたいです。買いたいよね。僕ちょっとしたいのあるんで、これはもう、あ、したいのありますか？したいことがある、ね、気になるね、それもね。絶対こう、はい、これしようって決めてることがあるんですよ。なるほど、なるほど。はい、ちょっとね、あのウェアの方に行きましょうか。あのニット、これあの V ネックのニットです。はい、先ほど、グレーの方を多分着用ルックでしてたと思うんですけど、こちらブラックのタイプで、中はサーマルですね。はい、着用してますと。で、チャームのネックレスを2本付けしてますよというところですね。はい、じゃあ次に行ってみましょうかね。残りあと 1,2,3,4,5,6,7 枚ですね。はい、次行ってみましょう。ドン。はい、来ましたよ、来ました今回の。はい、今回結構ね、今回というかですよ、あのレターズのスウェットむっちゃ売れるんですよ、正直。もういつも完売、もうすぐ完売。はい、今回新型のスウェットです。新型デザインと新型素材感のスウェットでございます。はい、このレターズね、あのレターズのこのオリジナルデザインかっこよくないですか。いや、いいっすね、うん、これなんか、僕ね、先にちょっとステッカープレゼントしていただいてるんですけども、まさにこのデザインのね、ステッカーを僕は携帯に貼っております。はい、おしゃれですよね、うん、ちょっとスウェットのカラバリエちょっと見てみましょうかね。あのレターズスウェットはね、クールだからね、僕もめっちゃ欲しいんですよ。はい、今回の、ライトグレー、今着用してるのがこれライトグレーと、インクブラックっていうカラーがもう一つあります。素材感はですね、まあ、いわゆるループウィールのフリースコットンレイヨンというね、素材を使っておりまして、金額が39,600円、こちらは税込みでございます。はい、割とねデリバリーも早めに入ってくるので、おそらく、9月中には入荷をするのではないでしょうかというねところですね。はい、でネックレスも結構これジャラ付けしてるね。あ、チャームを4本全部つけてるっていうね。そしてビーズのネックレス重ね付け2本っていう感じですかね。いいですね、この重ね付け、うん、
はい、あ、ブレスレットもちょっとこれ触れときましょうか。今回のブレスレット、今回新型出てて、あの僕がつけてるこのシリーズあるじゃないですか。はい、このシリーズですね。はい、このバティエのシリーズなんですけど、コマがちっちゃいコマから大きいコマにこうグラデーションでね大きくなってるっていう、そういう新型のねブレスレットだと思います。これもはい、結構ねこのバティエのブレスはすごくね毎シーズン人気なので、はい、あ、ありましたありました、ホースシューブレスレットグラデーションっていうね、今回ジュエリーの名前になっております。はい、サイズ展開があるんですけど、サイズ展開に応じてちょっとねコマ数が増えていくんで金額も変わってくるんですけど、 M サイズは125,000円プラスタックス、 L サイズが130,000プラスタックス、そして XL が135,000プラスタックスという金額になっております。M サイズが19センチぐらいの方、L サイズが M サイズの長さですね、ごめんなさい、これ長さです。 M サイズは19センチ、L サイズが 21.5 センチ、XL サイズが 23.5 センチというね長さになっております。実際にねこれはバスで入荷するんで、こちら、リールだったりとか、YouTube の方でねちょっとね撮影させていただきたいんですけど、サイジングの方はですね結構シビアにね皆さん見ていただきたいので、そちらご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。ドン、はい、来ましたよ。これかっこいい、あのコートであったデザインをそのままシャツに落とし込んだシリーズでございます。いいですよね、今回の、なんかもう今までの柄とはちょっと柄だけにガラリと変わるというね、はい、そんなね、はい、おーじゃねえやめろ、触れるな、そういうのは触れるなそんなね、シャツとなっております。ちょっとお名前の方も読み上げますね、ワーカスシャツ、はい、こちらパネルボーダーコットンですね。はい、いわゆるあのコートと一緒の素材感になっております。はい、金額が66,000円。こちらねコートももちろんかっこいいんですけど、シャツもいいっすよね、うん、はい、結構ね見応えの、見応えというかスタイリング結構しがいのあるねアイテムになってます。なんかこうレターズがこういうチョコレート系のカラーのシャツ出すのって意外と珍しいんですよね、うん、あとこういうねパネルボーダーっていうこのデザインもまたね相まってすごく素敵なアイテムとなっております。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。これパンツ、お、パンツちょっと触れときましょうか。このパンツ何ですか。ですね、このパンツに関してはカウボーイワイドパンツと言いまして、今さっきルックのもごめんなさい何枚目か分かんなかったんですけど、エクリの白のパンツ履いてたでしょ、あれの色違いですね。はい、ディープオリーブというカラーになっております。はい、テラーと一緒に着てたよ。そうです、いわゆるその僕がご説明してた時にカウボーイワイド、今回新型のワイドパンツがありますよって言ったやつの、これはオリーブタイプになっております。はい、めちゃくちゃね このカラーもねいいんですよね。ちょっと深めのねディープオリーブっていうぐらいなんで、深めの本当緑系のねカラーになっております。めちゃくちゃいいです、おすすめです、ぜひ皆さん履いてみてください。はい、じゃあ残り、5枚いってみましょう。ダウン、はい、あーデニム、お、デニム、僕が履いてるデニムですね、今も履いてるんですけど、はい、こちら70のデニムでございます。セブンティーズのデニムですね、フレアデニムとなってます。フレアのパターンはですね、バックポケットがこういうバテンのデザインになってるっていうね、すごくかっこいいデニムになってます。こちらもねもちろん、入荷はするんですが、今でも現在バースデーでオーダーすることができます。こちらのパンツオーダーメイドになってるんですよね。なんでご自身のサイズに合わせて、こちらは制作できるようになっておりますので、ぜひよかったら皆さん今からでもですね、ご注文ができます。はい、で、オンラインストアとかには載ってないので、どうしてもちょっと気になるよっていう方とかはですね、ぜひ、オンラインストア、はい、こちら貼っときますね。はい、こちらオンラインストアのお問い合わせフォームがあるんで、お問い合わせフォームからですね、こちら商品載ってないんで、お問い合わせフォームから、はい、ぜひ、ご注文されてください。インスタグラムの DM でも大丈夫です。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お次のルックはこちら、どーん、あー俺結構これ好きなんだよ、めっちゃ。そう、このルックすごく好きで、そう、僕このね、ジャケットがね結構気に入ってて、もう早く着たい、はい早く着たいです、そんなジャケットです。はい、いやかっこいいですね。はい、かっこいいでしょ、めっちゃかっこいい。ありました、ありました、ちょっと名前を読み上げますね。カウボーイジャケットです、コットンツイルのねカウボーイジャケットになっております。金額も割とねリーズナブルで55,000円、65,000円か税込みで、はい、になってますね。いや、いいよね、なんか今ちょっとこういうちょっと明るめのねカラーの、まあデニムジャケットとかでもねもちろんかっこいいんですけど、こういうちょっとねエクリューとかね白系のねジャケットはちょっと着たいなというところですね。これパンツはウエストのトラウザーズになっております。はい、ウールナイロンツイードヘリンボーンの、
はい、うん、素材になってますね。ブラック×モカっていうねカラーリングのものになっております。はい、パンツ4万8000円の消費税なんで52,800円。はい、こちらのねこういうちょっとこう割と明るめのねスタイリングもレターズすごくかっこいいので、ぜひ皆さん好きな方は、まあ秋冬どうしても暗くなりがちなんでね、はい、ぜひこういうちょっとたまにはね気分を変えて明るめのねスタイリング楽しんでみてはいかがでしょうか、というねこの僕好きなルックでございました。はい、じゃあ次残り3枚いってみましょう。ドン、はい、行きましたよ。お、はい、こちらいわゆるジップアップのレザータイプ、レザーのスウェードバージョンですね。表側の方はね先ほどご紹介してたと思います。こちらスウェードです。チョコレートのカラーですね。かっこいいよね。かっこいいですね、うん、オレンジのシャツとの組み合わせも抜群にかっこいい、うん、いいね。馬蹄のベルト、はい、いいですね。洒落てるな。なんかこの横向きのビジュアルもすごくいいし、いいこのやっぱウェアもすごくかっこいいよね。中に着てるのはこれはワーカーズシャツタイプの方のチェックシャツになっております。タックインしてもねこういう風にねかっこよくスマートに着れるのですごくおすすめです。このスタイリング結構ね幅広くなんか長いシーズン使えるのではないかな。結構ね、ノーカラーめちゃくちゃいいと思います。僕結構この形自体をねレザー持ってるんですけど、やっぱタートルネックとかと合わせてもすごくかっこよかったんですよね、うん、はい。なんで今回はただ僕はなんでタートルで合わせてたかっていうとジップ開かなかったんであれだったんですけど、今回開くタイプになってるんでこういうシャツと合わせてあげてもめちゃくちゃかっこいいかもしれないです、うん、いいですね。残りじゃあ2ルックいきましょうかね。ドン、はい、あーかっこいい。僕これ一番好きっす。一番いいかもね。これ一番好きっす、ね、ニット帽のやつ好きじゃない。いやもう何でしょうね、ニット帽が好きなのかもしれないそうそうそう、はい、今さっき、はい、つい1個前のルックであったレザージャケットの表側タイプの方ですね。はい、こちらのシリーズです。あ、これブーツレース見やすいかもね。これ表側のレースの方にな、レースのブーツの方になっております。フォルムがめちゃくちゃかっこいいので、これはねまたね新鮮なレターズのブーツで、ね、何足も持ってるよっていう方に刺さりやすいねアイテムとなってると思います。この座ってる感じもこの男の人かっこいいな。いいっすよね、うん、イケてるわめちゃくちゃ。かっこいい。レターズのルックでニット帽っていうのもすごく新鮮だねやっぱ。うん、めちゃくちゃいいです。いいっすね、すごいかっこいいアイテム、このスタイリングね楽しめそうですね。はい、じゃあ最後ルック見てみましょう。ドカン、あ、はい、最後来ましたよ。そう、これがしたかったんです。あ、もうまさにまさにニット帽の下にバンダル巻いちゃってるよっていうね。イケてるね。これしたかったんすよね。しゃれてるわ。こちらはもうご説明してあります通りレザージャケットの方ですね。カフスキンのレザージャケットとなっております。はい、今回バンダナを巻いたニット帽のスタイル、これは結構ねルック見て衝撃を受けて皆さん真似するのではないかと。まず多分レンが真似するもんね。もう俺一瞬でやるっすね。間違いない、これはレンが真似するだろうなと。 100% やるっすね。いやかっこいいね。かっこいいっすよね。これしたくて僕意外とニット帽ずっと探してたんですけど、なるほど、いいのがあんまり自分が見つけれずにピンとくるものだっていう感じか。なるほどなるほど、パチンとハマるもんがなかったんですけど。素晴らしいね、このなんか結構芸術点の高い写真だね。かっこいいね、うん、かっこいいです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか、今回の、レターズ、はい、2024年秋冬コレクションですね。はい、今回は、ルックがこの約25、6枚のねルックをちょっと皆さんと一緒に追っていきましたけど、レターズの公式サイトの方だったりとかインスタグラムでも見れるようになってるんで、ちょっと YouTube の画面じゃちっちゃいよっていう方はぜひそちらの方で見られてみてください。すごいかっこいいものがあります。でもちろんですね、お問い合わせ、商品の問い合わせとかはね全然してください。いつ入ってくるんですかとか、価格いくらですかとか分かんない方、全てをですね一応ねご説明できてるような感じではないので、まだまだね他にもねルックに載ってない商品とかももちろんあります。はい、なのでぜひねそういったところで、オンラインストアだったりとかインスタグラムの DM 等でねご相談とかご質問していただければなというところですね。これからおそらく、もうこの動画が上がってる頃にはもうレターズの秋冬立ち上がってると思います。おそらくですね、ごめんなさい立ち上がってなかったらごめんなさい。はい、もう立ち上がった瞬間にねバースデーのオンラインストアの方には全部掲載しますので、はい、気になるよっていうね、もうこれ買いたいっていうのはねぜひねチェックしてもうご購入いただければなと
という感じです。はい、俺はやっぱねテラドジャケットもやっぱ良かったし、今回オーダーがすごく多いんですよ。もうねキーリングもそうだし、シャツもそうだし、うん、もうなんか買うものがいっぱいで、すごくね、あのここ最近僕ね、あの金髪にしてたんですけどね、レターズが始まると聞いたんで黒に戻しましたっていうね、黒がやっぱ一番似合いますからね。うん、はい、確かに。いや、よくない。そこに合わせて。なんか金髪でレターズっていうイメージが俺的につかなくてね、はい、そこに合わせて黒髪に戻しました。はい、皆さんもね、ぜひ秋冬ね、今からレターズたくさん立ち上がってくるので、レターズファンの皆さん、アメカジが好きな方、ウエスタンディテールが好きな方、はい、そしてバースデーが好きな方、ぜひ皆さんね、楽しんでいきましょう、秋冬コレクションは。はい、じゃあね、今回の動画でですね、ここら辺で終了にさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。